ジェニファーは、アメリカ合衆国の政治家であり、建国の父である。イギリスとの紛争が本格化する、ずっと前に生まれ、長年メリーランド植民地政府の指導者であった。しかし、イギリスとの紛争が持ち上がると、愛国者側につき、革命の不確実性にもかかわらず、植民地メリーランドの秩序ある社会を進んで捨てた。ジェニファーは、 現在のメリーランド州、チャールズ軍、ポート・トバコの西の領地、コーツ・リタイアメントで、スウェーデンとイングランドの子孫である、植民地の応援主の息子として生まれた。若い時に、メリーランドの最後の植民地領主二人の現地財務、代理人である、収入役を務めた。ジェニファーは、チャールズ軍の治安判事、後に、メリーランドの西部巡回判事を務めた。 メリーランドとペンシルベニアの境界論争を収める委員会、さらに総督委員会、植民地の高等裁判所としても機能するメリーランド議会の上院、総督の上級顧問委員会を歴任した。ジェニファーは植民地政府に密接なつながりがあったが、自身を呼び植民地事主階級の大半が植民地事情に勝手気ままに干渉するイギリスの議会のやり方。 特に課税や貿易規制に関する法律に面して強く不満を抱いた。独立への動きが始まる前にメリーランドを王室領植民地としようとした者たちに対して植民地領主の権益を守り独立戦争が始まると多くの愛国者の指導者が領主問題では敵対者であった事実にもかかわらず不裕な土地所有者として愛国者側に 総統の指示の手を差し伸べた。独立戦争のためにメリーランドの民兵隊を組織するために作られた愛国者の会議隊であるメリーランド安全委員会の議長となった。1776年にメリーランド国の新しい憲法が形作られた時、ジェニファーはその文書が人民主権を無視しているとして、上院は外して人民の子供であるようには見えない。 よって異なる、立法府の間で最も完全な連合を存続させるよりも長くは人民に支持されないであろう。と述べた。大陸会議で国の代表となり、同時に国上院の初代議長を務めた。1782年から1785年は国の財務長官を務め、土地所有者としての経験を生かして、戦後の深刻な経済不況を、 国が生き残ることに貢献した。この期間、ジェニファーは徐々に国政への関心を深めた。ジェームズ・マディソン、ジョン・ディキンソン、及び親友のジョージ・ワシントンと共に力のない連合規約の下で持ち上がった経済的及び政治的な問題を解決する方法を探り始めた。その結果、マウント・バーノン会議に出席し、最終的には 憲法制定会議に向かうことになった。旧友のベンジャミン・フランクリンと同様に、フィラデルフィアの憲法制定会議では年長の政治家としての立場を享受した。日々続く会議の活動にはその高齢が障害になったが、いくつかの重要な問題には態度を明確にした。大規模プランテーションを経営した事業家としての経験によって、 財務的また商業的安定を確保するためには、活動的な中央政府が必要と確信した。この目的のために、人民を代表する議会が課税する権限を持つ、諸法の強く恒久的な連合に賛成した。新しい政府の継続性を心配し、会議員の任期3年に賛成した。あまりにたびたび選挙があると、無関心を導き、 結出した者が議員になりたくなくなると結論付けた。この論点では多数票を得たが、ジェニファーの反応は政府の計画について大議員の合意を形成する能力にとって脅威であった。最初の月にはほんの短所を掴んだだけであり、2月目は我々が永久に飛び散ってしまうかのように見えた。しかし我々は、 わずかな日々で80年来の友人のように密接になった。フィラデルフィアでは最年長の大議員としてその名声を強く高級的な処方の連合のために働かせた。同時大臣はジェニファーの良質なユーモアと人付きのする性格に注目し、それが会議中に多くの友人を作らせた。憲法への署名を拒んだルーサー・マーティンが メリーランドの人民が憲法を承認すれば自分は処刑される恐れがあると言ったとき、ジェニファーはマーティンがフィラデルフィアに泊まって出身国では処刑されないようにしておけばよいとユーモアを交えて言った。ジェニファーはフランクリンともども大議員の反対する見解を仲裁し会議を成功に導く妥協を生むために笑いを使った。憲法制定会議後、ジェニファーは アナポリス近くの大きなプランテーションであるステップ2に引退し1790年にそこで死んだ。その遺書ではおよそ16000エーカーの保有土地を老いのダニエル・ジェニファーに譲りすべての奴隷は彼の死後に解放するよう指示した。ありがとうございます。